アジアキャンプ切り抜き宇治原さん2000円スタートしていくじいちゃんのジェフクロさん2000円俺の車に宇治原さんのステッカーを貼ってたらみんなフェラーリのエンブレムのパクリかよって言うんだよね。それは言うやつが頭おかしいもしかお前の貼る位置がおかしいんだろこれからどんぐりさん2440円鏡に映った馬面と私情けないようでたくましくもある顔と顔を寄せ合い窓押し合ったらそれそれ玄関のドアをひずめで開けよう開かねえよガコガコうるせえだけだろえ、福来たるさん2440円趣味は全裸ボブスレーです1回しかできねえだろ2回目どうやってその恐怖心に打ち勝つんだかさぶただらけの体で続いて SS さん2440円競馬初心者です応援してるのも頑張ってなんだお前は競馬全く関係ないんだよリュコさん2440円明日仕事なの忘れてたわここで行くあーあー帰りてまだ行ってねえだろ明日読めよ田舎のチャックさん2440円スパチャも楽しいけど宇治原さんに読んでもらったりしてめちゃ嬉しいです病んでたけど気分晴れた今日は初スパチャで手が震えてる大好きヘコヘコあのさ病んでるやつ多すぎないかすごく病んでたんで精神的にも来てたんですけど宇治原さん見たら元気出ましたって DM 週に5、6件来るぞ病んでるやつ専用のエンターテイナーじゃねえわ山本ちゃちゃちゃさん2440円今日3回のワクチン打ったから1回だわ1日3回目とかじゃなくて3回打つなよワクチンお前マダガスカル症候群さん2440円その椅子かっこいいですね嬉しくないわ椅子のど真ん中に置いて俺がちょっと映る程度だった時に褒めてこい原ゲイヤゴーさん2440円これも2年前に言いましたが友達にリンスですると気持ちいいぜと教えられやってみたところ腹蹴りの腹蹴りが翌日パンパンに腫れましたふざけんな腫れたじゃねえかと友達に伝えたところビダル指数は腫れないぜと言われました試してんじゃねえ試したお前が悪いなでお前友達オナニー研究家か何名からチャレンジしたんだこいつコキコキさん2440円結局ニラレバとレバニラどっちが正しいどっちでもいいよ里芋侍さん2440円高木さんニャン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 何割に帰ってんのダルマコトさん2440円初見です明日誕生日からスパチャデビューする明日しろよ何全員さえかましてんだお前深津さん2440円初見です目と鼻と口と輪郭を整形したらクソかっこいい全読解じゃねえかアンパンマン方式じゃねえか。あれはゲリラ豪雨さん2440円。時効なのでお伝えしますが、地区の案長をやってた昨年、目元を隠したうっちゃを乗せ、不審者の情報がありました。お気をつけくださいと添えて、回覧板で回しは何してんだって。なんで日本のある地域行くと警戒されるんだ。コキコキさん2440円。糸巻き巻き糸巻き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 巻いて巻いて好きにして糸川のセリフを出すな。2440円。あたいの名前は君かう。私の名前はあゆみ。うちの名前はまなみ。私たち3人は世界を股にかける大泥棒よ。私たちに盗めないものはないわ。狙ったいもう無理だよ。なんでお前自分の家族のレオタード姿想像しなきゃいけないの。ノブシリカさん2440円。今お母さんから連絡が来て、半年前に逃げた飼い猫の将軍が帰ってきたみたいだ。たまにはいいことあるな。なんで将軍ってつけたんだよ。なんで将軍が飼われてんだよ。くるくるジョーさん2440円。今日ミス多いな俺5時ごめん罰として今日寝るとき枕使わずに寝るそれ罰なのか俺もうずっと枕使ってねえここが高いからこれやるともうこうなっちゃうんだよライトさん2000高木様完成した湯飲みはリーストルーム池袋店に飾ってもらうといいですよぶっ壊されちゃうからゴリラさん2440円でノーコメント喋れや胸叩くぐらいできるだろ斉藤進さん2440円でノーコメントでやめろ続いてギギコエルさん2440円初見です切り抜き見てきましたうんこのゲリーナさんの大ファンです宇治原さんはまあはいって感じです出てけよじゃあ出てけって本当に出てけよ林さん2440円宇治原さんは大きさ硬さ長さ何重視女子に聞けよ関係ねえよ俺はくるくるジョーさん2440円誰か俺がいることも喜んでよ枕濡れてるような涙で枕使ってんじゃねえか
ジグネーさんさ2000円。かっこお化けなんてないさ。お化けなんてないさ。お化けなんて嘘さ。寝ぼけた人がバチカン、バカチンなだけさ。バチカンってなんだお前。武田鉄矢、武田鉄矢、僕だって死にましぇん行く前にバチカンになっちゃったお前。キリスト系の替え歌に変えろ。サイケさん2000円。坂本さんが仕事するとインスタストーリーの更新頻度になりますよね。坂本の自己承認欲求がそこで、測れるって教えるな、お前。笑ってるけど気持ち悪いぞ、お前。なんか、いじられたくないからって、俺、やる前は俺らになんか、自慢しようーと。俺らにもいじられたくねえのかなと思って。本当に心も開かない俺たちを利用してるんだけど。わかるよね、それが。何最後の方ガチで。しずさん2440円。ノーコメントで、確かやめろ。続いてやめるさんですよ。さん2440円。うーちゃんまた来るね。 TikTok に切り抜かれる日まで来るね。切り抜かれたらなんで不安にさせたいんだよ。田中健吾さん12000円。初見だけど怖い、不可解だよ。一発目で12000円。ピッピッピーさん2440円。ここってコスメレビューチャンネルで会っても会ってねえよ。俺がいつメイクしたんだよ。原垣ラゴさん2440円。その船をこいでけ、お前の手でこいでけ、お前が消えて喜ぶ俺ら視聴者みんなで万歳だ。ぶん殴るぞお前。何が残んだよ。誰も喋らない配信なんで漫才なの。しずさん2440円。やり方わからなくてまずでも違いました。何をだよ。まだノーコメントの言い訳してんのか。ふみちゃんさん2440円。あんま調子乗ってっと膝の皿引っこ抜いて寿司乗せたんぞ大将さん。通院です。誰だよ。ピッピッピーさん2440円。コスメレビューチャンネルじゃなかったんですね。それはそれは失礼いたしました。お詫びにお金落としていきますね。ごめんなさいでいいんだよ。全部お金で解決しようとすんな、怖いな。道端で肩ぶつかった人に5000円渡してるだろお前。ノムシリカさん2440円。なあフルフェイス入るか。タバコ消せよ。うるせえよ。おやすみみずみさん2440円。あだ名つけてください。人に頼んでる人ばっかりいるな。シャイニーさん2000円。名前ってどこで変えられるんですか。教えてください。一瞬のお願いです。じゃあ教えないよ。もう気になってない可能性がある。ゴリラさん2440円。初見です。顔が大好きです。蹴り飛ばしてください。どういう付き合い方していきたいのか。ヤミマルですよさん2440円。あーニャンニャンしよう。ニャンニャンして。まだ配信来たの2回目だから。甘に甘やかして。甘やかしてる瞬間はここではお見せすることはないだろう。わけわかんないだろ。オールドリバーさん2440円。まだ切れてんだ。なんだお前。メルササさん2440円。一緒に見ている息子に優しい言葉をかけてください。二十歳になるまでの辛抱だぞ。ベッツオブザ太郎さん2440円。こんばんは、ウジャルさん。初コメ初スパです。いつも楽しく見させてもらってます。これからも頑張ってください。あ、ちなみに僕は一卵性の双子です。あ、マジで。じゃあ俺二卵性だから一卵性ってことは結構カウンテンションとはならねえよ。なんだお前。アツオくんさん、ナイスセーブでしたね。ポケモンの話してんのか。ポケモンで俺が昨日レポートをしたことをナイスセーブと呼んでる。飛脚の人さん2000円。こんばんは、初見です。ガロネコの夫です。別れろ。何を意気揚々と佐川急便背負って来てんだ。KZ さん2000円。転職することになったので、新しい職場で頑張れるような応援メッセージをくだされなくても結構です。じゃあ送んなや。目的なんだよ。マサートさん2440円でノーコメント。やめーろ。マサートに引っ張られてんじゃねえよ。マノコさん2000円。坂本、ユーザー増えたからって、お前ユーザーの中から女ばっかり探してないだろ。ユーザーってなんだお前。YouTube 側の言い方じゃねえかお前。猫地太郎さん2440円。解決ぞろい全巻大人会社、大人が読むやつじゃないだろ。
ください2440円。じゃあ今日も来たノーコメント全てに切れる生配信スタートしていく。お前が壊しちゃってんじゃねえかお前の名前何なんださ2440円でノーコメント、こういう風にやれよりょうさん2440円、初見です。 TikTok で切り抜き見て面白くてライブ来てみました。マジウケる、普通の学生かお前はい、今のうちだぞ、もう来るな二度と。バビューさん2440円、うちさんがノーコメントを読んだ時のやめろを際立たせるために名前と金額とノーコメントっていうのを少し抑えてから切れるの好き、分析すんな気持ち悪いやつだなお前。飛脚の人さん2000円、佐川急便配達員のお願いです。荷物の時間指定されて遅くなって切れられるのも嫌ですが、10分早く行った時もブチ切れるのはやめてください。知らねえよどうしようもねえよそんなこと言われても。ノムシリカさん2440円、よし1、最近ちょっと疲れ気味だから温泉に来てるよ。温泉入って女抱いて3回繰り返したからまた疲れてきて、何やってんだよ何やってんだよ高木さん2000円、ノムシリカ様が温泉にどこだけピックアップしてんだ温泉入りのエロ話だろただの。めいめいさん2440円、すいません、ノムシリカ様の弟子になれば女だけと聞いたのでこちらの配信来ました。私は弟子入りはできるでしょうか、かっこウジには聞いてない、知ってるよこれ当ての質問じゃねえんだからよアドちゃんさん2440円、ウジ覚えてるかよ、初見です。覚えてねえよ、じゃあ覚えるというフェーズがなかっただろ車好きさん2440円、ぶち切れできるだけの才能すごい、俺はストレスでたまに溜まって大爆発する、もう最後だわ、来月のどっかでまた来る、ハマった、なめるなお前お前の大爆発なんか俺からしたらお前おはようぐらいなもんだわなめるなよお前こっちはお前本来切れてるのよりももっと緊急性を出したいという目的でもっと切れてる感じ出すんだ三世もろこさん2000円、宇治眉毛が互い違いどこがだよそうかショックアキさん2440円、こんばんは、誰か早く抱いて、どういうポーズで待ってんだお前はお前から準備できて募る形式ねえわお前はフリキシーバンビーノさん2440円、前回上野の煽り運転の話をしたものです。今回は恋をした話をします。あ、そういえばこの間青山通りを運転してたら品川ナンバーのレクサスに煽られました。先の信号で先頭横並びになり教育しておきました。で、お前は煽られた経験とかありますか、恋の話はまあ、まさかお前煽られた車と恋に落ちたのかお前複雑なラブストーリー語んなお前目原さん2440円、まだまだ裏で縛られていくよ、何してんだよなんでお前が裏でその表がここなんだよおっさんチームさん2440円、宇治寺にいじられたか、宇治寺にいじられたった方、踊ってんのかお前宇治寺にいじられたった方、宇治寺にいじられたった方、たったかたったかたったかた、いやほいほいほいじゃないよ、ちょっと帰れよお前飛脚の人さん2000円、あ、ちなみに宇治原さん、僕たち佐川急便はあの事故物件サイト大島テレよりもたくさんの事故物件を知っています、求めてねえよなんでだよ、なんで把握しとく必要があるんだよ佐川急便、それは玉田翔一さん2440円、そろそろ蜂蜜行こうぜ、蜂蜜キーパーやんなお前神崎義孝さん2440円、娘のために貯金しようと思ついましたが欲望に負けてスパチャしてしまいました、娘を弱いパパでごめんな、弱くて日本語が上手くないパパでごめんなだろハチさん2440円、マスカキしっぽりドスコイベッケンバーワーさん、アップ中で誰だよ動画さん2440円、初スパムです、テックチョップから来ました、学び直せおっさんチーム組長さん2440円、初見ケンケンどうした最後の音を2回繰り返しちゃう癖あんのかお前スパチャチャチャって言うのかお前田村翔一さん2440円、こんばんは、俺職質されてんのかお前ごめんなさいね、ちょっと危ないもんないじゃねえんだよノムシリカさん2440円、高木ちゃん今度一緒に温泉行く、関西だから有馬温泉から行くかお前私虎好きなんですっつって虎と一緒の空間にいたやついねえんだよ
高木さん偽、ノブシリカ様、やった、有馬温泉さんだ。お誘いありがとうございます。すっごくすっごく嬉しいです。高木来週4人乗りなので、ノブシリカ様とお連れ様と高木と高木のお母さんでいっぱい楽しく参りましょう。およくお母さんと横の、ノブシリカのお連れのやつの横の部屋に泊まって喘ぎ声聞くのを耐えられるな、お前。お母さん横から始まったみたいだよ。ヒカルさん1万2000円。高木さん愛します。宇治原さん、高木さんをかけて勝負しましょう。あげるよ。なんだよ、それ。パンケーキの金さん2000円は40円。はじめまして。サーモンどうですか？クマじゃねえわ、俺。なんだこのムカつかないいじり、お前。クルトンさん2000円は40円。ちなみに宇治は、ウンパイのデビュー、どうも、ウンパイさんをそのデビュー後に知った人だわ、なんで AV デビュー後に知ったって、お前。AV 情報だけチェックしてるやつみたいなんだよ。黒豆太郎さん2000円は40円。宇治原慎一とかけて、生徒指導の先生と溶かせねえや。なるや、どちらも肛門に立ちますわ。出てけ、お前。二階堂じいさん2000円。お次です。ジーコです。ピーコどこ行ったんだよ。なんでピーコが鹿島アントラーズのフロントにいんだよ。ポンコツさん6100円。高木さんツイッターフォロー返してくれたのめっちゃ嬉しい。スパチャをめちゃくちゃ送ってる女にフォローバック来て何が嬉しいんだよ。ゆうやさん2000円は40円。はじめまして。頑張れよ。距離詰めるの早くないか、お前。面接受かったことないだろ。ノムシンカさん2000円は40円。お前ってさ、真面目だからゴムつけるだろ。早漏をごまかして。ごめん。DT だった。DT じゃねえんだよ。DT じゃねえんだよ。ここ切り抜けよ、切り抜けやってるやつ。二階のおじいさんにせ、うちさ、なんで隠してたの？アウトドア系アパレルブランドやってること。あのダウン結構人気じゃん。ホースフェイス、ノースフェイスだろ。だったら馬の顔のマークだろ。玉田翔一さん2000円は40円。Z リーに宇治原のしょうもない情報を売って小銭稼ぎたいから、なんか情報をちょうだい？まあ、ボードゲームで、結構早い段階で、自分が変なマスに止まりすぎるとやり直させることだな。ドクター K さん2000円は40円。おーい、今日のパチンコ広告、1000円通して2万6000発出たよ。今日は飲まれる前にやめれた。スパチャできてめっちゃ嬉しい。あ、プーチンに切れてみて、何パチンコ買った勢いで気大きくなってんだよ。ナミエさん2000円で、坂本さんの笑い声だけの切り抜き動画作ってもらえませんか？どういう感情になりたくて見るんだよ。俺は一回笑い声にだけ集中して見てたら、なんか怖いな、これってなんか。続いて、無言さん5000円でノーコメント。怖えわ。なんで無言をそんなに主張したいんだ、お前。無言さん2000円、初見で無言で見てるよ。喋っちゃってんじゃねえかよ。我慢しろや、お前。無言さん5000円でノーコメント。元に戻んな、お前。仕事に戻んな、お前。中華鍋さん2000円は気持ちいい。私、今日誕生日だから、私へのタンプレとして結婚しろ。怖え、女。名前も怖えし。原垣芸楽王さん2000円は気持ちいい。うっちゃんの動画見せて反応見る企画あるじゃん。うっちゃんがハチポッチ歌ってる動画街中で見せたら、そこら中の人たちがフラッシュモブでハチポッチ踊り出す動画依頼出して踊ろうか迷ったけど、ビール飲み切ったタイミングで強烈なゲップ出たからやめました。危ねえな。どこに金使おうとしてんだよ。アンソニーさん2000円は40円。アンソニーです。初めてスパイシーチャーリーしました。なんだよ、それ。出てけ、お前。ミューゴリア先輩さん2000円でインスタテスト。失敗してんじゃねえか。初めてテストの結果が出てんじゃねえか。じゃあラスト、無言さん2000円で、I'll be on silence. I actually don't speak Japanese. 私は、今静かにしている。私はなんか日本語をほとんど話せないみたいな感じなのかわかんないけども。英語だろうと喋んなよ。無言っつってんだからお前が。最後、まるまるさん2004は基本で必殺、子犬の目。なんだよそれ。やればいいのか俺が。無言さん2000円でパイナップルの絵文字が大量にある。
宇治原無理すんなよ、ボットさん2000円。宇治原無理すんなよ、きつかったわ。口の中ネバネバしてきたわ。ストレスかかった時になるやつ。奈良さん2440円でノーコメント。ドンカキキャリアウーマンさん2440円。どうした宇治原、ゲロ吐けってか。ちょっとしばらく休むわ俺。疲れてるのかもしれない。これ以上動き続けるとなんか事件起こしちゃいそう。はい、じゃあ最後堀北真奈美250円キッズっていうのあるけど、これは本当に正しいから否定せずに終わろう。続いて、角次郎さん、ウクライナ行く？そういう触れ方するな、お前。お前、本当に今大変なんだからな、お前。でももうどうすることもできないんだぞ、俺たちは。本当に、俺たちレベルじゃ。まあでも戦争反対を強く言うしかないわな、もう。そんな細かいこと言ったってもう無理だからな、もう根本的に戦争反対ってやるしかないよな。本当に、本当に何かできないかなと思ったけど、ないよな。本当にないよな。でもこれは本当に恐ろしい事態だよな。マジで起きてんだからな、戦争が。本当にな、本当にしか出てこない知識のなさだから。絶対に良くないよな、どんな理由であれな、戦争は。本当に。続いて、判決プリプリザイモンさん2440円。これも良くないぞ。どうすることもできないけど、反対って良くないって言うことしかできないじゃん。高木さん2000円。わーいわーい、宇治原様だ。宇治原様以外が映った回教えろよ。そういう回があった時喜べや、お前。高木さん2000円。万歳万歳、宇治原様だ。何回言うんだそれ。あ、宇治原が出ない回もあるんだって思われるだろお前。堀北まかないさん6000円。高木、今の世界の状態で万歳万歳はまずいでいいんだよ。なおでた気にねえだろお前。高木さん2000円。堀北様、よしよし、ウルトラハッピー。どういう返しだ。喧嘩になるぞお前。まるまるさん2440円。坂本、このご時世だから笑っちゃダメだ。そのについて笑ってねえわ。やめろお前。なんでその影響ここにまで来るんだ。スタートしてくれ。切れるな、邁進を。高木さん2000円。統治法だ、うるせえ。なんだお前。遠藤健一さん2440円で、おお兄弟、記憶にねえわ。何のつながりだ。ケンスケさん2440円。小賢しい、ボス系のやつしか言うなお前そんなこと。高木さん2000円。宇治原様、今日も髪の毛がふわふわですごく素敵です。素敵な理由がふわふわなのは嬉しくねえわ。卵じゃねえんだよ俺。大仏歩くさん2000円。また広げて待ってろ、なぜだ。なんであれ広げねえわ。田中英さん2440円。宇治、日曜日の愛人に美容院に行ったって言ってたけど、どうしてオードリーさんのオードリーの春日さんのようなテクノカットにしなかったんで、何の A だ。なんで田中ってつくやつアルファベットつけたいんだ。チョコボールさん2440円。下唇好き、上は。闇丸さん2440円。こんばんは、ゴミって言われて以来悲しみに暮れてる闇丸さん、ゴミ出なきゃ気持ち悪い。YHEKN さん2000円。昨日恋したんだ。知らねえよ。興味ねえよ。続いて浩平さん2000円。俺は悔しいよ宇治原さん。え、なんでかって、宇治原さんが乃木坂のご帰省に選ばれてないから。選ばれるわけねえだろお前。ケイトさん2440円でノーコメントで、やめろ。続いてカイピョンさん2000円でノーコメントで、例のやつ。俊介遠藤さん2440円。笑顔でダブルピースしてーの後の絵文字が1個じゃねえかお前。アスリタさん2440円。そんなに切れて疲れない、休んだ方がいい、休んでるわ。ずーっと切れてると思ってんのかお前。宇治原慎一さん2440円でノーコメントで、やめろって言うとなんか喜ぶゴミどもの集まってる配信の配信者の名前これ。白洲さん2440円。ギリギリでいつも生きていたいから、ああかっこ絶望音符つけろや。ふみちゃんさん2440円。一応皆様に言っておきますが、この人は消しゴムの角を使われたので切れています。文房具持ってねえわ俺今。スニカンさん5000。普通に真面目でガチの相談なんだけど、車の反射板もぎ取られてた、どうしたい、警察に言えよ。
ちゃんさん2440、名前呼ばれた、好き、お金ないのでここで失礼します。富士山に貢ぐために明日も朝からたこ焼き焼いてくる、たこ焼き屋さん来んなお前何個売ったらできんだこれ高木さん、偽、宇治原様、あのね、あのね、さっきお昼寝をしてたらこんな夢を見たんです。2016年にタイムスリップして、そっからやり直せますよって話。すごく悩んだけど、お断りしました。こうして宇治原様の生配信に参加してる、幸せな今を失いたくないんだもん。6年待ちゃ来るだろ。何考えてんだ、お前。遺伝子組み換えさん、2440、湘南の風の方ですよね、違います。檻の中のチンパンさん2440、俺に出てけって言うと檻の中から出ればいいのか家から出ればいいのか分かんないんだけど、どっちですか教えてください。おティンティン、本当のチンパンジーじゃないんだからさ、分かるだろそれは歌の時間取らせないでくれ。原ゲリラ父さん2440、宇治原新一実家売却記念レース開催して大博打、高額高配当金でうっちゃんの実家買い戻す、 YouTuber より YouTuber みたいな企画、頭いかれた視聴者だけでこっそりやるね、大々的にやれなんでうちうちでやんだお前。トイレの渡部さんさん2000円、あのねあのねあのねね、初スパチャです、うるせえよお前普通に言ってこいや。ミュージックジャックさん2440、高木久しぶり、あ、宇治原さんあだ名つけてください、ジャックミュージックだよカリッチさん2440、32歳元野球部エースで4番でした、あ、お久しぶりです、過去を捨てろもう高校がピークのやつやばいぞお前。俺の中のチンパンさん2440、わかりました、ラブホから出ます、どこにいたんだお前リコさん2440、もしもし、私メリーさん、今あなたの後ろくっさ脇がかよ、そんな話ねえわ戦国のウィルさん2000円、初めてスマッチャします、39歳独身です、とりあえず泣いてもらっていいですか、かっこキャラ設定一生懸命考えました、言わなくていいんだよユンさん2440、この前街で一人でマック買ってるおじさんがいたんですよ、なーに、いや、なんだそれキングギドラさん2440、今日のならめちゃくちゃ臭い、心で思え山田孝之さん2000円、宇治原さんこんばんは、最近夕方になると手の震えが止まりません、何が原因なんでしょうか、知るか知るわけないだろそんな永遠のある信者、ひろきさん2440、税金えぐいて知らねえよ今年から稼ぎ始めたのかお前M2 さん2440、明日も仕事だけどこれで頑張れる気がしてきた、気がしてきた、ありがとう、おやすみなさい、確定してから寝ろよなんで不安なままで寝るんだよキャリアウーマンさん2440、人の名を随分気安く呼んでくれるじゃないか、どうしたんだよカイピョンさん2000、まだデート券って買える、買ったところで揉め事が起きるだけだぞお前え、3分で50万すかってなって終わるリンチョさん2440、富士山先ほど車で物損事故を起こしてしまいました、そっち処理してから来いやドンガマチョッタさん2440、親父のこと嫌いだけど俺も親父大事にしようと富士山の動画見て思いました、また来月になるけどスパチャする俺大事にする親父いねえわもうよく見ろやお前マルマルさん2440、キャバクラにいいんだけど一押しの子にスパチャさせるから、スパチャさせるから笑え、どこでだよこれはどうしたらいいんだよこれは。五来さん2440、初見です、俺もうまずら、俺うまずらじゃねえんだよまるまるさん2440、こんばんは、今カー君から iPhone 渡されて一発芸してって言われました、どこで笑うんだよなんでこいつが滑る覚悟も決まってない、お前誰かから言われたからやるんだけどみたいな保険張ってるやつにお前笑いもキレもしねえよ、出てけお前二階堂じいさん2000円、ミーアキャットのうんちは目がしみるほど臭いらしいです、これでうちもミーアキャットを可愛いと思ってる人の前ででもこいつうんちめちゃめちゃ臭いんだぜとつぶることができますよ、俺そんなマウントの取り方しないわね、可愛いねって言うわチアルさん2440、馬猿じゃないんですよね、馬っぽい顔なんですよ、馬っぽい顔もダメだろ勘違いするな、お前馬面って言われて普通にキレてんだぞこっちは、本当にいじっていい人だって勘違いしてくんなお前らドンガマチョッタさん2440、馬面じゃねえ馬だよ、よく見てみよ、普通にあの社会問題だぞこれは容姿をバカにするってまずいんじゃないかドンガマチョッタさん2440円だけどもっとやばいぞこっちのこれやるんだったら馬つってこいよお前続いてありがとう、いくつですか2440、おいスープに肘入ってんじゃん、誰が持ってきたんだよ
中村智也さん2440円でノーコメントで、どうでしょうかな、叩き割ろうかな。まるまるさん2440円、ちょっと待て、カー君なし何がだよ。何がなしなんだよ。まるまるさん2440円、改めましてまるまるです、改めんな。島田裕二さん2000円、カワハギみたいな顔して可愛い、この餌取り名人がなんでそんなにワードセンスを悲しい方法で使うんだよ。カワハギまではいたけど、この餌取り名人がまではいないよ今まで。高木さん2000円、明日はモンブランさんを作るんだ、宇治原様はモンブランさんお好きですか。モンブランは好きだよ。マリオネットさん2400円で、実はずっと名場面集見てました、最初で最後にします、じゃあねー、ふんころがし、全く違うよ。今までで一番自信があるよ。え、まるまるさん2440円で、マーチオポ、月を入れるな。なんか始まったんだろ今。続いてまるまるさん2440円、ニューホライズンのグリーン先生、ことぶき会社誰だよ。まるまるさん2440円で、トイレなう、知らねえよ。まるまるさん2440円で、おしっこなう、刻むなや。ゲームチャンネルさん2440円、話長いよ、鼻の下の溝で流しそうめんしていい、見てえよ俺。岩井優也さん2440円、愛に対価を求めてはいけないんでしょうが、愛を受けたことねえから知らねえよ。カイトさん2440円、パッパラ第3条かっこ一人です、ウジも入る、待ってる、入るか。なんで二人目俺だ。自分の名前忘れたさん2440円、どんどん送っちゃえ、俺が心で思ってることだ。ヒービリデービリさん1万円。新一さん、お久しぶりです。私のこと覚えてらっしゃいますか？以前、ドンキの駐車場でクソガキに踏まれそうになったところをあなた様に助けも、もう記憶にないよ。何を言ってんだ、お前。ユッチメンさん2440円。パッパラ隊の加入申請はこちらでと聞いたんですが、一人だと不安ない、いかねえよ。二階堂じいさん2000円。桜舞い散る明かり忘れた記憶と、君の声が戻ってくる、浮き止まない春の風、あの頃のままで、君が風に舞う髪かき分けた時の淡い香り戻ってくる、二人約束したあの頃のままで、キャンタバキャンタバキャンタ、何回言わせんだお前。今日も見てくれてありがとうな。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。適当に言ってやったわ。